ジェームズ・ブランドル C1820。ジェームズ・ブランデルはイギリスの産科である。19世紀初めに人から人への輸血を行った。ロンドンで実業家の家に生まれた。牧師のトーマス・トムソンと出産用の器具を開発した、叔父のジョン・ヘイトンから教育を受け、医学に興味を持ち、外病院で学んだ。エジンバラ大学で1813年に医学の博士号を得た。 生理学の講師となり、おじの後を継いで、ロンドン最大の産科、婦人科病院である外病院の講師となった。出産後の出血で死亡する患者の多いことに悩んだ、ブランデルは、輸血によって、失血を補うことを考えた。当時、ジョンリー・コックが輸血が患者に有害であるとしていたが、系統的な動物実験を行い、血液の凝固が始まる前に速やかに輸血が、 行われるならば効果があると考えた。注射器を使った輸血法を行った。1818 18年12月22日にうち、出血で死にかかっている男性患者に輸血を行い、患者は2日半ほど元気を取り戻した後死亡し、その後合計10人の患者に輸血を行い、そのうち5人が生き延びた。完全な成功を得たとは言えないが、ブランデルの報告は、 再び欧米で輸血に関する関心を復活させ、多くの医師が輸血治療を行うようになった。しかしながら、まだ血液型の知識のない時代であり、器具の殺菌も不十分な時代であったので、輸血の成功率は低く19世紀末には再び輸血は下火になることになった。血液の歴史ダグラススター山下厚子川で、処方審査、ありがとうございます。